皆さんこんにちは。第2回コンピューター将棋最弱決定戦第3回戦を厳かに行いたいと思います。さあちょっとリーグ戦をご覧ください。次の将棋はですね、ペガ将棋対ツボ将棋ですね。ちょっと聞き慣れない将棋かもしれませんけど、まあ画面に出てる通りですね、まあ、検索してもらえればわかると思うんですけど、ペガ将棋の先手てか、ね、今気づいたんですけど、ツボ将棋って実は後手しか指せないみたいなんですね。だから、まあ、このリーグ戦ちょっと間違って全部このツボ将棋に関しては全部後手になって、ツボ将棋と対局する人は必ず先手で指すってことになりますね。でこれはまあ後手を選択すればいいわけですね。でこうやるわけですよ。はい、それで、こうやるわけですね。こうやってやるわけです。ちょっと音がないんで寂しいですけど、で、これでこうやってこう。音ないと寂しいな、これ。さあ、5、6、4。で、こうやるわけですね。なんか複雑、なんかちょっとやりづらいかもしれませんけど、まあ、こういう感じで。さあ、ペガ将棋の方は中飛車になりましたね。中飛車対居飛車の対抗系将棋ということですね。私は振り飛車党なんですが、あんまり中飛車は指さないですけどね。さあ、これはまあ、中飛車に対しては当然銀を繰り出していかないんですけど、ちょっと間に合ってないような気もしないでもないんですけど、大丈夫でしょうかね。その、ツボ将棋の方は。そして、5五歩。うん、いきなり突っかけてきましたね。5五歩、同歩、同角という手がありますね。まあ、同歩同角で、まあ、玉を上がってというか、何王手とか言って、どういうこと？え、王手じゃなくね？ああ、そういうことか。ちょっとびっくりした。なんか意味わからないんだけど、いきなり同飛車と取ったわけですね。これは消極的だ。これはでもここで4二玉とした方が良かったんじゃないですかね。まあでもまあ、歩打つのもまあ、そういう手もありますけどね。さあ、飛車はまあ一回と思ったら、これは積極的だ。しかしこれは、そうですね。3二金。これは3二、そうですよね。これは3二金ではなく3二銀として美濃囲いの形をどっかで作っていきたいという、そういう将棋なんで、これは正しい判断なんじゃないかと思うんですけどね。さあ、飛車は、また戻るんですか。これはなんか無駄足な感じしますけどね。そして角道を開けられてしまったと大丈夫でしょうかね。まあでもまあ、飛車を引けばいいっていうことです。うわ、また、なんでそんなところに行くんだ。これはやっぱり、これはひどい。これは十字飛車というか、これはひどいですね。角交換してからの2四角とか。2四角はでも角ダメか。でも5七角はあったかな。なんか角交換してからなんか技が、でも5七角はやっぱり2二角ってダメなのか。あんまり簡単ではないか。でもこの3三桂はちょっと意味わかんないですね。さすがにこれは角道が止まっちゃって使えなくなりますからね。で、また元に戻ると。これはちょっとどういうことなんでしょうね。で、王様囲うんですか。さあ、これはなかなか面白い序盤戦ですね。しかし、やはりペガ将棋もそろそろ王様を囲いに行きたい感じもしますけどね。やっぱり美濃囲いに囲って、そうですね。こうなってみると、さすがに桂馬の形は変ですが、ただどちらかといえば、ツボ将棋のがまだマシ。いや、でもやっぱり角の桂馬の形が悪いからな。まあ、そうですね。そこでまあ、ようやく、王様を囲いに行って、これ飛車先伸ばしたんですけど、ただ、あ、なるほど。これはどっかで飛車を引いて、この浮き飛車、石田流の形を作ろうという、そういう魂胆でしょうね、やっぱね。で、こう突くと。そして、9八香ですか。これは、角道を、相手の角道から香車を外すというね、まさに振り飛車後の美濃一手というべきでしょうかね。そしてその強者に対して圧迫する。この歩はちょっと無駄な気もしますが、しかしここに角をいっちゃうと、飛車先の飛車を、そうですよね、飛車を裁かれてしまう気がするんですけどね。これは飛車先歩の歩交換で、飛車が軽くなって、これは、また、ツボ将棋がちょっと指しやすくなったんじゃないかと思うんです。これまでもこれ、受けるしかないんだよな。銀で受ける。あ、そっか、銀で受けた方がいいのか。しかし、これ以上畳みかける手もないので、まあ、こっちから使う。なるほど。これは、角はこの端から使うってことなんですかね。そして、歩で受けると。うん、これで受かっちゃってるのか。なるほどね。納得していいのかわからないけど。まあ、でも、まあ、こうですかね。しかし、この、これは、同飛車で、あ、なるほど。これはいい手なのか。同飛車で2五飛車。なるほど。同飛車8五飛車が、
味が良すぎるってことですか。なるほどね。これいい手ですね、確かに。同飛車でしょ？同飛車だけど、金がいるから慣れない。で、そこで飛車がブユンと回るかと思いきや、これではただ、歩を損してるだけで意味がないですね。元に戻りました。これ今さ、飛車を回ったらよかったんじゃないかと思うんですけどね。そしてまた、これはなんだ？これはいわゆるあれなの。え？同歩ですか？これ飛車がただで取られますけど、大丈夫？なんだこれは？ちょっとひどい。これは壺将棋、おかしい。ちょっとおかしいですよ、これは。相当おかしい手を指してるような気がするんですけどね。さあ、こんなところ攻めてもしょうがないんですが、同歩と、同歩と取って、ちょっと最近混乱しちゃってね。で、角を引いて。これ、角引く必要あるんだろうかって気もするんですけどね。角なんか引かずに、飛車打ち込んだりとかしたい。まあでも、これは意味がわからないな。これ、歩を打つ意味がわからないですね。もう、この香車が生きてるうちに9七歩成とか攻めてやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。しかし、ちょっとわかんないですけどね。しかし、この飛車をなかなか使わないですね。飛車をさっさと打ち込んで香車取りに行ったりした方がいいと思うんです。そしてまた歩を突き捨てて。そしてこれ同飛車とされてどうするんだ？あ、歩で取った。これは思いやりでしょうね。そして桂馬を跳ねていったと。まあ、角の利きはあるんですが、ただ受けられた時どうするか。これはもう桂馬の高飛びとしか思えないわけですが、これは筋が悪い。これは普通に7八金とかでいいしと思うんですけどね。でも7八金の9七歩何かあるか。まあでもそれでも、この5五歩、これ飛車をわざわざ狭くする必要っていうのはないと思うんですけどね。こういう手は。そして桂馬を支えた。まあ桂馬取られてもね、歩で取り返せればいいってことなんですね。なんだよ。また王手？なになに？え、なに？ああ、そうかそうか。そういうことか。なんかさ、この王手ってさ、わざわざさ、この表示されなくていいと思うんですけどね。わざわざ王手ってやるからなんか戸惑っちゃうじゃん。何か起こったのかと思っちゃって。で、角をぶつけたと。なるほどね。でもこれ角交換でしょうかねと思ったら引きました。これは着実というか堅実というか。そしてまた埋めると。しかしこれ桂馬取りに来られちゃいますね。しかしそれをせずに角は何が何でも相手の角と交換に行きたいんですが、ただこの5五の歩が邪魔してるので、まあすぐにはできないけど、いつか5四歩という手がいつかあるかもしれないですね。いつかあるかもしれない、いつかですね。そしてようやくこの手が、てかし、こし、あい、まあ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 、まあまあ、角出て、まあまあまあ、まあとにかく角、まあそうか。まあ歩が伸びてくるような気もするんですけど、このタイミングでやるとね、なんか桂馬取って同歩でさらに突き出されて、まあでも歩で受かるか。にしても自分って弱いな、なんて最近思いますよ、ほんと。なんか弱いな。なんかパッと見でなんか見えないとか、なんか将棋ウォーズでさ、なんか考えずに指してる癖がついちゃってるなと思うんですよね。歩が成って同香と。そしてこれは同香成としますね。同香成として、まあこれは同桂馬ですか。まあ桂馬、まあ桂馬で、まあこれはまあ攻めるならこの手でしょうね。しかしこれ桂馬跳ねられますよね。跳ねて桂馬と思ったらそうではなかった。ここは桂馬で行くべきだと思ったんですけど、まあ、ここはもうちょっと駒損を少しでも解消しに行かなきゃいけないので、歩を取っていったんです。これはしかし、ふんどしの刑があるじゃないですか。ふんどしの刑で角銀両取りになりますよ。と思ったらそれをせずに、王手が先だ。王手をさせるということですね。で、同桂と。そして、念願の両取りの、ふんどしの桂馬が実現しました。ただし、これをやってもなおまだ、ちょっと壺将棋が苦しいと思うんですけど、やっぱり飛車がね、いつでも打ち込んでいけるっていうのが大きいと思うんですけどね、これはね。で、角逃げたんですね。角逃げて、まあ、これは銀取って同角と、あ、自分で刺しちゃダメだ。自分で刺してはいけない。自分で刺してはいけませんよ。で、同角ですね。当然の一手ってところで、というところでも、思わぬ手を刺すことがありますからね、このレベルになってくるとね、このくらいの高いレベルになってくると、やっぱ素人に思いつかないような手を繰り出してきますので、自分で刺してしまうというね、やっぱり素人にとって、
この一手でしょっていうのと、このくらいのレベルの将棋にとっての思考っていうのはちょっと違うところがあるんで、やっぱりその自分を信用してはいけませんね。で、香車を、これはまあ、タレフができないので香車で代わりにしたという感じでしょうかね。さあ、それにどう応じるかですが、角を引きましたか。角を引いて、また王手しようってことですかね。しかしこれ、王手するっていう、これ普通に5四桂馬とかしたらまたいいんですけどね。これね、5四歩でもいいか。5四桂とかすれば普通に銀取れるんですけどね。そして飛車で打ち込んで攻めていけば、ペガ将棋勝ちそうですけどね。でもそれをしなかった。角を引きました。そして桂馬。これは、まあ、王手されたくないってことなんでしょうね。やっぱね。王手をされるのは嫌だ。王手をされるのは嫌だって感じですかね。でもこれはまだ餌食になっちゃうんじゃないか。ただまた角を。これは角がちょっと、角の働き場所を見失ってるというか、何と言いますか。そして銀を打ってきたわ。ここですか。さあ、飛車も普通に回ればいいんだ。そう、それですよ。これはいい手。これはいい手ですね。これは飛車を、まあ、とにかく角をいじめに行くと。まあ、角ってのはいじめられやすい駒だったりしますからね。やっぱね。そして、これはどういうことなんでしょうかね。もう刺すとこの強者を垂れ強したんだったら普通になった方がいいかなと思うんですけど、すぐにならないところがやっぱりこの深みのあるところなんでしょうね、やっぱね。そしてこれは、まあ、飛車を成る手が第一感だと思いましたが、丁寧に歩で取ると。まあ、この辺は面倒を見た方がいいという、そこで歩を突き捨ててから強なる。これを突き捨ててから強なることによって、後で垂れ歩とかもできるので、より厳しくなってるというね、そういうね、ちょっとなかなか気づきにくいね、その、うまい手順ですね、まさにね。うまいですよ、これは。うん。そして次に桂馬もなれるし、歩も垂らせるとはね、非常にこう手順としてね、そして王様自ら守りに行くというね、まさに鏡ですね、これはね。鏡。やっぱり部下に任せっきりではいけません。王様自ら仕事をこなすという、そういう姿勢が大事だと思いますね。そして銀を上がって、この成香を。そして成り捨てですか。これはちょっと、無茶にも見えますが、何か狙いがあるんでしょうかね。これは同銀取りますよね。ちょっと、この成香に紐をつける手としてはちょっと筋が悪いと思いますが、何か、でもこれさすがにこれは筋が悪いですよね。これはいくら、壺将棋先生といえども、これはさすがに指示ができない。ね。やっぱりね、先生が間違ったことをしたら、やっぱりそれは先生といえども咎めるのがやっぱり生徒としての礼儀というものですよ。ね。で、これ銀上がっていったということですね。これは角成りを防ぐってことなんですか？そして歩をついて。ん？おお、これはどういうことだ？あ、なるほど、わかった。あー、でもわからないな。これ分からないな。同歩でなんかこの辺に垂らしでもするんかと思ったら、垂らしてもすぐに角効いてるし、そんなにね、歩を ついていきました。そしてこれに対しては同歩ですね。同歩と取って、もう次と金もできちゃうんでね、やっぱりこれはやっぱりどう考えてもやっぱりペガ将棋がいいと思いますが、これは金を上がったわけです。これ多分この王様を左に逃げていく手をちょっと構想に入ってるということなんでしょうかね。しかし、これは、どうなんですかね。と金ができた。しかし、この、ちょっとね、この攻めが重いんですよね。さあ、ここでどう指すかですが、この木と、やっぱりこれは王様をね、こう左に寄せていくという、そういう、こう、構想がやっぱりあるんでしょうね。やっぱね。そして、叩きの歩、これは手筋です。これは筋ではないですけど、これは筋とは言えないですけどね。これただ、ね、これ同飛車で何にもないですからね。次の狙いが。で、王様がわざわざ危険地帯に行って、飛車成りを呼び寄せてからこの銀をパクッと取ろうという、そういう狙いなんでしょうね、きっとね。これ飛車で王手ってしたいところで、さらっと逃げ、ん？なんだよ、もう。あ、飛車打つんですか。なるほど。これは二枚飛車を見せてるわけですね。ああ、そしてこれは、
これはとにかく飛車を成ってこの2六のこの銀を取ろうっていう、なんかその辺の企みがなんか若干感じられる手ですよね。まあちょっと悪粘りに近い手なんですけど、まあそういう手も一応あるんでしょうかね。これはどう、これはどう飛車成りという時どうやっていくの、どう飛車直とかやるのかな。これ符号の言い方わかんない、どう飛車左成りとかさ、どう飛車上がり成りとかやるのかな。あんまり使わない符号ですけどね。さあどうしたした、あやはりねこっちで行くんですね。そして逃げると、ちょっと壺将棋じゃなく壺将棋の企みはちょっと実らずというところでしょうかね。この飛車がなってくれませんね。なので8四の銀もなんか危ないようでなかなか取れない。まあと金引けば取れるんですけどね。さあ飛車が寄って、さあまた手筋の歩が来ましたね。これは同金同角であると飛車の横利きが止まるという話なんです。別に同飛車と取られると特に何ともないというかね、特に 何事もないような気もするんですが、とか歩切れになっちゃってやっぱりまずいんじゃないかと思うんですけどね。これ同竜、同竜はさすがにないか。まあ同飛車ですよねこれはね。うん同竜、これは着実と言うべきだろうか。まあこれも挑発ですね。挑発の一手ですね。ん？なんかこれ王手がめんどくさい。あ、まあ、なるほど。今度この 8、8、6の竜で銀に紐がついてるんで、今度はこちらの出番ってことですね。そしてまた王様逃げると。なるほど、忙しいですね。しかしもう8、4の銀なんか見捨てて竜を使って攻めていきたい感じもしますけどね。おっと、この銀を狙いつけた。これは、慎重と言うべきだろうか。そして紐をつけて、しかし銀が危ない形ですね。まあ44、まあ6六歩とかすれば銀は取れる。まあでもすり抜けられちゃうのか。うん。飛車、そうかそうか、飛車の、そうかそうか、6六歩ってやると、すり抜けた上に2六の銀も浮いちゃうんで、あんま良くないか。そうかそうか。まあ、まあ、そうだ、この銀をね、無理に取りに行く必要ってはないんですけどね。そして何刺した？あ、竜を引いたのか。竜を引きましたね。さあ大熱戦ですが、ちょっとやはり壺将棋が苦しくて手に困ってるような気がしますね。さあここでどう指すか、もうそろそろ何か決め、また竜王手ですね。さあ竜で王手してまた4二玉なんでしょう。さあここでどう指すかですよね。ここで、パイガ将棋としては何か攻めを繰り出していきたいところですね。まあ具体的に言えばそうですね。ああ、またこれでは千日手になってしまうではないか。どうするんだこれは。いや待って、これまずいぞ。これおかしな千、これペガス将棋もったいないな、もったいないですよこれ。また同じ、ちょっと待って、これどうすんだ。これ千日手機能ついてんでしょうね。これ千日手機能ついてなかったら自分で判定しなきゃいけないぞこれ。大丈夫かこれ。また理由を引いてっていうのを繰り返しやると千日手になってしまうんですけど、千日手ちゃんと判定できるのかな。またやってるよこれ。千日手ちょっと覚えてないんですけど、これ大丈夫かこれ。また王手するんじゃないのこれ。またやってるよ。ちょっと待って、これはひどいぞこれ。あー、これはひどい。これ手が将棋もったいないですよこれ。優勢な将棋を。でまたこれ理由引くのこれ。あれもう3回同じ局面になったっけ、どうだっけ。うわ、またやってるよ。これ、千日手機能ついてるかどうかなんですけど、ああ、ダメだ、これ。打開しようがないな、これ。打開、お互いに、こう、膠着状態になっちゃってますね、これね。いや、ペガ将棋としては、これは優勢な将棋なんで、これ、打開してほしいなと思うんですけどね。ちょっと変えるだけでいいんですけどね。そして、これ、王様が逃げて。あれ、もうこの辺、これでもう千日手成立したか？あれこれもう3回ぐらい同じ局面になったっけ。ちょっと待って、あともう1回同じことを繰り返したら、あここで打開しました。ここで、あれでもあれ3回、あれ3回千日手なったっけこれ。あでもまあでも一応打開してくれたんでね、まあこのまま進めましょう。ちょっともしかしてこれ3回同じ局面が出現して、もうすでに千日手が成立してるような気もしないでもないんですけど、ただこの将棋、このこいつらのね、この将棋、コンピュータ将棋自体にも千日手判定する機能がないみたいなんで、これ打開したんで、このままね、進めることにしたいと思います。そういうルールでね、ちょっと今決めました。で、これ突き出していって、まあ、これで打開されたんで、ちょっと千日手というね、つまんない展開は、ああ、これ銀上がったのか。銀上がりましたね。
だから8六歩と打てばいい手ですよね。次8七桂馬とか打って攻めていく手もあるんじゃないかと。あ、そうですね。これはいい手な気がしますね。もうとにかく持ち駒が豊富にあるので、もうこれはもうどん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 駒をベタベタ張っていけばもう受けがなくなってきそうな気がしますね。でもこれ香車取って香でも打っとけばいいんじゃないですかね。香車11桂。めんどくさいな、11。こうやって。これ同玉でもう、同玉ですよね。同玉でまた香車でも打ってさ、逃げてまた、ね。まあ、桂馬跳ねる手もあるし。さあ、これは、さすがの、ああ、今度、しかしちょっとこれはでも、ちょっと味が悪いですよね。これはでも攻め方として、これ桂馬打つ場所じゃなくて、これ歩がどっかでなる場所ですから、これ桂馬打つのはちょっとね、まあでもそれでも勝ちだとは思いますけどね。さあ、また王手したいですね。9五香車とかやって。あ、9六でしたか。いやこれね、9五のがいいと思うんですよね。9五、6に打ってしまうと桂馬で合駒されたときに、あ、でもそれでもいいのか。8六、8五桂馬とかがあるから、別にそれでも勝ちか。いやでもさ、よりなんか厳しいですよね。9五香車のがね、あの、歩で攻められるんでね。まあでもこれでも勝ちは勝ちってとこですかね。ん？はい、桂馬で合駒しましたね。これはもう桂馬がトーンと飛んでくるのが味が良すぎて、もう味がもう味良しですよ。え、何何何これ。え、あ、そっか、強者でなったんか。なるほどね。あ、でもこれでも、ええ、え、あ、そっかそっか、いいのか。なんかこんがらがっちゃいますね。こんがらがっちゃ劇場ですね。同玉と取って。さあ、ここで、まあ、しかし8六の歩が浮いてるので、それには注意しながら攻めていきたいですよね。桂馬跳ねですか。しかしこれ8六玉と抜けちゃってる可能性もあるんですか。大丈夫ですか。ちょっと攻め方が、まあ、それでもまあ、でも、竜もいるし、あ、下に引きちゃうのか。下に引いてしまうと、なんか詰んではいないか。詰んではいないのか。まあ香車桂馬しかないんで即詰みではないのかもしれないですけどね。まあ歩ですか。これ香車だと思ったんですけどね。香車でやっておくと厳しいと思ったんですけど、歩でいきましたか。まあ安い駒で攻められるならその方がいいですね。で逃げたと。まあそこで強者でもね、そこに打つんかい。これ9五強者の方がいいと思いますけどね。こここそね。9八だと、ちょっと詰め、あ、でもこれでも詰めろか。詰めろですか。なるほど、そこそこ。詰めろですね。あ、詰めろじゃないか。9九強なり、同角、同桂なり、同玉。5六歩。まだ合駒できるんで、詰みはない。でも、合駒悪いからな。まあでも、9五香のが明確だ、明快だったと思いますけどね。言葉はよく出てこないっていうね。将棋やる前に日本語を覚えろって話ですね。これは埋めたんですが、角の利きがなくなっただけで何か意味があるんでしょうかね、これはね。これは9九香なりで詰んでしまっちゃいますね。何？なんかこれ分かんないんだよ。あ、そういうことか。もうこれなんかさ、そのさ、この、なんかシステムがなんかめ、これなんでこれ桂馬で来るんでしょう。香成りだったらもうあっという間に詰むのにね。こっち逃げられちゃうんですよ。これは逃がしましたよね。なんか攻め方がちょっとおかしいですよ。まあでも竜がまた来れば、勝ちそうですけど、また桂馬か。なんか追い方がなんか変だぞ、これ。追い方が変だぞ、これ。とか逃げられてますよ、どんどん。これは即詰み。でも、まあ、竜がまだいますからね。竜がこっちに待機してるんで、まだ勝ち。そうですね。まあ、竜を使っていくことが大事ですね。やっぱり、大駒をちゃんと使うということですね。最初これ、あ、金寄るんか。これ、銀引いたらなんだろうな。まあ、でもまあ、もうこれ、竜を空に入っていく手が厳しいと思いますけどね。また引くんかい。これ、竜引くの好きだな。おい、ちょっと待った。これ、また千里してになるんじゃないんだろうな。大丈夫か。まだこれ、王手するだろう、きっと。どうせまた王手するだろう。ほら
また千日手になりそうだぞこれ。あ、大丈夫か、金引いた。これはさらに竜でいけば、ん、桂馬、これはなんか変な感じ。まあでも、まあでも相手持ち馬がないんでね。さあ王様上がりましたが、これは決めどころなんでしょうね、やっぱね。まあ2七竜とかいろいろ手がありますけど、ああしかしこれだとでも桂馬取られちゃうんだよな。これ桂馬取られちゃって取られちゃいますよね。まあそれでもまあ勝ちっちゃ勝ちですが、ちょっと明快さをかけ書いてるような気はしますよね。そこで香車取るけど、香車取ったというか別に詰めろってわけではないんですよね。で同銀ですか。なんか変ですね。なんかね、駒がね、渋滞しちゃってんですよね。そう、駒がね、で、桂馬で受けると。うん、駒がね、こう、渋滞を起こしちゃって、低速道路になっちゃってるわけですよ。やっぱりね、高速に乗せというかね、そういえばさ、話変わるんですけど、なんか、稚内市に、北海道稚内市に高速道路っていうネットカフェがあるんですよ。高速道路っていうね、ネットカフェあるんですけど、なんか、名前、ネーミングがなんかさ、なんというか、で、しかもね、高速道路っていうさ、高速道路ってね、高い速度で走る道路じゃなくて、なんかね、光の速さでの憧れの道みたいな、なんかそんな字書くんですよ。なんかちょっとさ、ちょっとなんか、あれ？あれ？ちょっと恥ずかしいというか、まあ、歩を垂らしの歩ですね。そして、今更ながらにこんなとこに歩打ってると。そして、と金が払われてしまうと。同角成としましたが、やっぱりちょっとね、このペガ将棋の王様広いんでね、捕まんないんですよね。なったはいいんですけど、まだ、あ、でもそっか、でもやっぱりこれはさすがに、これ受ける必要がないところを受けてる気がします。これ逆にこれ馬に当たって、ちょっとこれは危険な一手ですね。いや、どっかでね、馬をなんか先手で取られちゃう、王手で取られちゃう可能性があるんで、これちょっとね、3九金もちょっと危険な感じしますね。しかしこの2六銀やるぐらいだったら普通に8四歩でいいわけ、あ、ん2六歩か。突き出しでいくわけですから、ここに銀を打つ意味はちょっとわかんないですけども。ねえ。竜とか別にこう気にしてる将棋じゃないですからね、これね。うわぁ、これはちょっとどうなのかな。いや、これで受け切っちゃおうってことなんでしょうけど、ちょっと、あ、馬切りましたか。いや、これはなんかいきなりちょっと変なんじゃないのかな。金打たれてちょっと危なくなっちゃったんじゃないか。ちょっと待って、まあ、でも桂馬打てないのか。なんかこれさ、逆転してもおかしくない可能性もあるというか、ちょっと変ですよね、これね。まあ、すぐに詰めろか。これ9四桂馬があって、あ、これいきなり詰めろになっちゃいましたね。あ、でも角、あ、そっか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 。これで受けるのがむず、でもこれ5四歩、そうですよね、5四歩ですよね。どうなんだ、この将棋は。なんか変だぞ、これ。ああ、それでこれ、ここでこの渋滞してる香車を払わなきゃいけないようでは、ちょっと変ですね、これは。なんかいきなり、雲行きが怪しくなったんじゃないのか、これ。これさ、坪将棋側の王様が、なんかさ、簡単に詰まなくなってんですよね、なぜかね。詰めろかけるとしても、これ8三竜ってできないですからね。桂馬がいますからね。なんかこの3段目の玉がね、妙に詰ませにくいんですよね。金もなんかさ、最初の位置から変わってないくせになんか妙に働いてるんですよね。これはおかしいな。逆転したんじゃないかな、これ。逆転してますよ、これ。次、この詰めろですからね、これね。香車打って、あ、詰めろじゃないか。ごめんなさい。持ち駒勘違いした。これ詰めろではないか。しかしなんか危ないですよ、これね。どうすんだろう。いや、2点3、こんな時に銀を追いかけてる暇があるのかという手ですね、これはね。これはひどい。これは、ちょっと、角を打って、あ、角があって、あ、そっか、角があったのか。ごめんなさい。さっきからなんかちょっと、持ち駒、なんかね、
なんかどっちがどっちの持ち駒を持ってるのかがなんかさっぱりわからなくなっちゃったんです。これ詰んでますね、これね。3手詰めですね。こんなのがわからないとはね。将棋の実況する資格なしという感じなんですけど、その辺はちょっとね、混乱してるということでお許し願いたいというかね。まあ自分に甘いのは構わないわけですよ。自分には甘く、コンピューター将棋には厳しくというね、そういう方針でいきたいなと思うんですけどね。さあ、これは一手詰みがあるんですが、おっと!あなたの負けです!うわぁ、これはひどい。これは、まあ、これは、まあ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 。というわけで、ちょっとね、いろいろ紆余曲折があって、2点、3点、失点、抜刀、言語道断、支離滅裂な指し手が続きましたが、なんということでしょうか。ツボ将棋が勝ちになりましたね。これ序盤、中盤戦は明らかにこれ、ペガ将棋は優勢だと思ってたんですけどね。てか、普通に詰んでましたからね、このね、左下っていうか、この、ツボ将棋の王様詰まされてたのに、なんかペガ将棋がなんか、あまりにもこのね、低速道路ぶりを発揮してしまって逆転してしまったというね。いや、面白い将棋ですね、これね。最後は見事に詰まし上げましたよ。ほんと面白い。これは面白いですわ。ちょっとね。こういう面白い将棋が見られるというのも、やはりこのね、最弱決定戦の見どころの一つなんじゃないでしょうかね。というわけで、ツボ将棋が、ペガ将棋に勝ちましたと。いやー、これは見事な逆転勝利でしたね。そして、ペガ将棋は、ツボ将棋に先手番で、負けてしまって、星を落としました。というわけで、第3回戦まで進んで、ご覧の通りですね、将棋ウォーズ SDIN、ツボ将棋が勝つという結果になりました。次はどうしましょうか?次は次の動画で考えたいと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。